今日の量はどうでしたか、いつもと比べて。あんまり良くはないです。あ、でも珍しくスルメが入ってたのはちょっと珍しいんですけど、うん、本当は冬場に大きいサイズで来るのが一番いいんですけど、はい、もうここ数年全然スルメ取れてなくて、うん、夏のこの日はちょっと小さいんですけど、うん、まあここ数日続いてていい感じではありますけど、コロナの影響で魚の単価が下がってるって話をちらほら聞くんですけれど、はい、こちらもその影響ありますか？会社的には結構でかいと思います、はい、例えばどんな魚が。全体的にですね、ブリとかも下がってますし、うん、結局我々は、ね、水揚げ金額がいかになんで、うん、単価が直接響いてきますよね。ムノトです。はい、ムノトから一回町出て帰ってきました。あれ何やられてたっておっしゃってましたっけ？ SE をやってました。いずれは戻るかなっていう気持ちがあったんで、まあまあ子供の時にね、父親がこの職をやってたんで、まあ違和感っていうか、見てたんで。コロナウイルスの影響とかって。なんか感じる部分ありますか？漁家はすごい心配ですけど、我々の生活、僕個人的には、あまり変わってないです。あ、そうですね、っていうのはもともとこの辺の人ってそんな出ないから、うん、朝職場まで僕バイクで1分か1分半で魚を取って、仕事終わったら家に帰る。自粛だからなんかこう辛いっていうのは僕個人的にはないです。ああ、はい、そうですか。